怖くねえ。お前何ビビってんだよ。足打ったって俺は死なねえぞ。俺にできることは。エマちゃんって未来にいたっけ。いざな。諦めねえ。死んでも諦めねえことだ。ぶっ殺す。やってみろ、エマちゃんを殺したように。これで俺の当番が完成する。めんどくせえ連中だな。悪くねえ提案だろ。てめえの腐った脳みそ。俺が殺してやる。バカ野郎！絶対理由があるんだ。気が済むまで殴れよ、イザナ。しつけえ野郎だ。俺がマイキー君を。リザナ防御せ。なんだ、何が起きた。俺が守るんだ。お前らは俺のマイキーを殺した。こいつを殺せ。初めて自分を訪ねてきてくれた新一郎君が唯一の支えだったとしたら、マイキーをどう思うんだろう。トーマンをマイキー君を俺が守るんだ。前に進まないと。負けなかったっすよ、総長。少しタケミッチと話をさせてくれ。ありがとう、マイキー君。ドラケン君。ひなちゃん、話してもいいですか。タケミチ君はエマちゃんを救えたはずだって思ってます。おい、今そんな話すんじゃねえよ、正気か。そっとしといてくれ。エマちゃんだけじゃない、タケミチ君には救わなきゃって思ってる人がたくさんいる。私死ぬんです、タケミチ君。それを止めるために未来から来たんです。みんなを助けたいと思ってる。
に私は彼のために何もできない。ごめん、竹道くん。二人に話しちゃったの？ごめん、つい。どうするよ、マギ。ハンデいる？な、ハンデだと？ヒナ。200人。2万人連れてこい！楽しめよ。耳鳴りが始まった。どうだ？やだよ、やだよ、俺らの運じゃないよ。空になった気分は？黒川、いいぞな。新一郎もエマもなくした気分はどうだって聞いてんだよ、佐野男次郎。片付けようぜ、兄貴。お前らは俺のマイキーを殺した。こいつを殺せ。初めて自分を訪ねてきてくれた新一郎君が唯一の支えだったとしたら、マイキーをどう思うんだろう。